不動産経済研究所が発表した先月首都圏で発売された新築マンションの1戸当たりの平均価格は1年前と比べて5割近く上昇し8360万円となりました。バブル期の7497万円を超え過去最高です。東京の都心部で高額な物件が売り出されたことが平均価格を押し上げました。一方、首都圏のマンション発売戸数は1年前と比べ3割以上減少しました。